おもちゃの国アリスへようこそ。店主のレイと申します。はい、シャープ1964です。はい、今回紹介するのはですね、前回紹介したスーパーミニプラ天龍寺。こちらの中から、前回は光竜ですね。こちらの方のロボ形態とビークル形態、こちらの方ね、組み立てをちょっと紹介していきましたけど、今回はね、その続きとなります暗流ですね。そちらの方をちょっとやっていきたいと思います。で、基本的なね、構造は同じとなっておりますけどね、色とか結構雰囲気が違うと思いますんでね、前回と同様の感じでちょっと並べたいと思います。で、実際ですね、パーツの方をちらっと見ていって、同じであれば組み立てをね、省略したいなと思っておりますんでね、まずはそちらの方のパーツですね、それをちょっと段取りしてしまいたいと思います。はい、パーツ意識準備できました。ここのところに前回と同様の背中ですねに背負い物となるパーツ、ビークル形態のパーツ、そしてロボモードというふうに置いてあります。で、ビークル形態はですね、基本的に同じなので、まあ組み立てはね、前回のやつを参考にしていただければと思います。ロボ形態も同様ですね、同じような感じとなっております。一番の違いは背負い物ですね。こちらと手前に置いてあるこちらのパーツ、これがですね、ちょっと新規ものとなっておりますので、そちらの部分の組み立てをちょっとね、紹介していきたいと思います。まずはですね、こちらのミサイルコンテナ、これからいきたいと思いますけど、まずはですね、このパーツ、こちらの2つをですね、形状合わせで組み合わせますよ。ちなみにこれはただですね、重ねるだけとなっております。ただ前後でね、一応形状決まってるんで、それだけ確認しながらブスッと差し込んであげる。そして一応説明書の方でね、こう見てるんですけど、この形でここですね、真ん中ではなくこちらのね、端っこの部分だと思いますけど、それかですね、説明書の方ではこうかもしれないんですけどね、ちょっとピンの位置が分かりづらいんですけど、ここかなと思うんで、ここにね、とあるパーツをつけると。それが一応こちらのね、稼働の基礎となる部分ですね。このパーツをこうやって差し込んであげて、ここに対してこちらのパーツがこのようにブスリと入りますよ。はい、一応こんな感じで作ります。これをですね、もう一つ作る必要性があると、それはね、ちょっと最後に出したいと思いますけど、次に稼働ですね、こちらのミサイルコンテナ作りたいと思います。まずはこちらですね、この稼働部となるこちらのパーツをベースにしまして、こいつに対して下からパーツを取り付けますよ。で、この辺がですね、かなり分かりづらいんですけど、多分こちらのパーツかな。で、多分反対側がね、軸になってると思いますんでね、それを一応把握してつければいいんじゃないかなと思っております。まずこちらをこうやって取り付けてあげて、で、最終的に閉じますよ。まあ一応こんな感じで組み合わせることができれば多分大丈夫だと思います。で、これの側面から、これのところに多分こいつがはまると思いますんで、これをね、ブスッと差し込みます。で、反対も同じような感じでこいつをね、差し込んであげまして、そして前面部分のここのところですね、こちらにこのグレーのやつですね、ちょっと分かりづらいんですけど、このグレーのパーツをここにブスッと差し込みます。反対も同様にこちらね、ブスッと差し込んであげて、この形を作ると。で、これが準備できたら、これで閉じるとこなんですけど、閉じる前にですね、中に四角いね、へこみがあると思いますけど、ここのところに対してこちらのパネルパーツですね、これを入れていきますよ。で、先端のグレーがね、結構外れやすいんで、最後に入れてもいいですね。はい、で、こちらのパネルパーツをここにブスッと差し込みます。こちらにちょっと突起みたいになったやつ、形状違うんでね、このちょっととんがってるやつが上になるような感じで、ここにブスブスッと差し込んでいきますよ。まあ最終的にこれがですね、出来上がってるこちらのこの突起ですね、これになるような感じになっておりますんで、一応それをね、意識しながら差し込んでいけば問題なくつけることができるんじゃないかなと思います。はい、で、これで準備できましたので、閉じるようにね、こちらのパーツで固定します。で、その時にね、向きは一応決まっておりますんで、それだけ把握しながらブスッと差し込みます。で、もう一個差し込む時に外れている前面パーツですね、これの入れ忘れがないようにしっかりとね、確認してこの中に格納しますよ。で、入れ終わったらブスッとね、閉じます。で、あと中間ですね、そういうところに隙間がないように差し込んであげて、これで先端部分が入れ終わったんでね、反対側、こちらもね、ささっとやってしまいたいと思います。はい、取り付けの方が完了しました。そしたらですね、これをとりあえず閉じた状態にしてあげて、前面のここに対してこれですね、蓋をつけますよ。で、これですね、側面から差し込む感じになりますんで、プチッと入れて倒します。同じような感じで反対も側面から刺して倒しますと。はい、こんな感じですね。で、これができたら下のここですね、こちらの部分に対して先ほどとね、似たような感じでこのパーツを差し込みます。で、下のここのところにこいつですね、これをまた同じような感じでパチンと入れてあげて、こちらが稼働モデルの方ですね、これが一応できましたと。で、これがですね、出来上がったらこれと組みたいところなんですけど、それではなくね、
これと組み合わせるのはこっちの固定の方ですね。これをここに差し込んで取り付けておきます。はい、一応これで一つね準備できたという感じになりますので、こっちですね、もう一個ささっとね作ってしまいたいと思います。はい、できたのがこちらと。これでミサイルコンテナが全部ね3つ作ったという感じになっております。で、こちらですね、ビークル形態、それとロボ形態、これでですね基本的にですね組むのは前回紹介したね交流と同じという風になっておりますので、一応異なる点となるねロボモードの時の頭部パーツ、これ以外の部分に関しましては全部組んでしまいたいと思います。で、ここですね、手前に置いてあるやつ、これだけね新規になっておりますんで、それ以外ですねささっと作ってしまいたいと思います。はい、組み立ての方がここまで完了しました。ではですね、交流と違う頭部パーツ、これでちょっと作っていきたいと思います。こっちですね、頭部パーツのここのところに対してこいつを差し込みます。で、差し込むときに根元部分ですね、こちらの部分がちょっと形状が違いますよ。前回はですね、こちら板バージョンでしたけど、今回は軸になっておりますのでね、それを確認しながらつけてあげまして、先端のここに対して前回と同様な感じで差し込みますと。ここの部分がちょっと違うのと、頭部パーツですね、ここの部分にパイプみたいなのがついておりますんで、この部分がちょっと違いますよと。それ以外は大体似たような感じで作ることができますんで、できたらこちらの部分をブスッとここで差し込んであげて、これですね、暗流の方の基本的な部分が出来上がったという感じです。で、こちらね、ミサイルコンテナ、これをねマウントさせたりとかねするときに使うパーツとして、こちらのパーツを組みますと。まずベースとなるのがこちらですね。こちらのでかいパネルパーツのところにクリアパーツを形状合わせで差し込むと。で、ちょっと分かりづらいんですけどね、これをちゃんとしっかりとここにブスッと差し込んでいきますよと。で、これがですね、差し込み終わりましたら、こいつをこちらですね、これのところに差し込むと。で、その前にここのところに可動のね、このパーツをこうやって差し込んでパチンと取り付けてあげる。そして上のところにこいつがここにね、ブスッと刺さりまして、で、ここにピンが2つありますんで、ここに対して先ほど組んでいたこいつをね、ブスッと差し込みますと。はい。で、これが準備できたら、こちらのね、穴のところに対して、このミサイルコンテナをブスリと差し込んであげると。で、若干斜めにするような感じにして、こうやってね、準備できましたら、こちらの軸を、暗流の背中のここですね。こちらにブスッと差し込んでいくと。ちょっと根元部分がね、稼働しますんで、ここのね、ふらつきがちょっと気にはなりますが、注意しながら差し込んでいきますよと。はい。で、これでね、装備ができましたので、背中にね、かなり大きい背負い物がね、ついたんで、このままだとね、多分ちょっと立たせにくいと思いますんで、まあ、全体的にこう、前傾斜ですね、になるような感じでグッとね、立たせてあげると、まあ、台座とかなくてもね、自立させられることができるという風になっております。はい。一応これで、暗流の方のね、組み立ても完了という風になります。一番大きな違いは背負い物のね、ミサイルコンテナ。こちらの部分が大きく違ったと。それと背中に取り付けるマウント用のパーツ、それと、頭部パーツですね。それ以外は基本的に交流と同じなんでね、一体作ることができれば問題なく作ることができると思います。で、組み立ての中でちょっとね紹介しておりませんでしたけど、前腕ですね、これがちょっとね交流と形状が違っておりますので、そこの部分の組み違いですね、それがないように説明書でねしっかりと確認して組む必要性があります。こちらのね前腕の形状が違う理由っていうのは次回ですね、ギミック編でちょっとお話ししたいと思います。はい、ということで今回ですね、スーパーミニプラ天龍人、こちらの中から暗流ですね、こちらの方の組み立ての方を紹介していきました。はい、ということで次回ですね、次回は交流と暗流、こちらの方のねビークル形態、それとロボット形態ですね、こちらの方の稼働範囲とかちょっとやっていきたいと思います。で、ビークル形態でちょっと中途半端なんで、次回ちょっと組み立てやりたいと思います。はい、それではまた次回お会いしましょう。バーイ。